ミオチャンネル。はい、友永ミオです。今日は唇のケアを紹介したいと思います。唇がプルプルな女の子って可愛いと思うんですよ。だからみんなで一緒に可愛くなりましょう。それではミオチャンネルどうぞ。はい、では早速紹介していきたいと思います。まずは何も塗ってない状態の私の唇、こんな感じです。びっくりするんですけど本当に血色なくて、こんな感じですね。私が最近唇をマッサージするときに使っているものがこちらです。ワンダーハニー唇とろみつごま味。普通のスクラブを使うとお砂糖じゃないですか、ゴツゴツしてて唇逆に傷つけちゃうってことがあったんですけど、これは砂糖がなんかちゃんと角を取ってやってるから、優しい感じで唇をマッサージすることができます。パール分ぐらい手に取って唇になじませる、円を描くようにくるくるって。そうすることによって古い角質とかを取り除いてくれます。蜂蜜のね香りがするんですよね。めっちゃこれがいい香りで、ついつい食べたくなっちゃう香りです。本当に全然痛くなくて、なんかこう蜂蜜とか美容成分がいっぱい入ってるから、優しくね美味しくマッサージすることができます。普段はお風呂に入る前とかお風呂のお湯に浸かってこうやってマッサージをしています。コットンに水を浸して拭き取っていきます。もう本当にねもうツルッツルになる、唇が生まれ変わったみたいな感じで、もうすっごいサラサラでツルツルになります。血色感が出たと思います。いつも寝る前に使っているリップクリーム、シャネルのイルラビューティーリップバーム、お誕生日の時にいただいたものなんですけど、すごい良くてね、もう保湿力たっぷりです。でね、やっぱりシャネルなので大人の香りがします。今までずっとこっちの、これもシャネルなんですけど、スティック状のリップクリームをメイク前とかに使ってたんですけど、保湿力が断然こっちのリップバームの方がありました。普通にもう真っ白で結構もう使ってるんですけど、たっぷりめに塗って寝ています。これを塗って寝て起きると本当に唇プルプルになってて、保湿力が本当にあるリップバームだなって思います。寝る前の唇ケアはこんな感じです。もっと唇が荒れちゃった時とか、もうカッサカサの時とかはモアリップを使ったり、白ワセリンを使ったりしています。もうこの2つはね本当に最強です。そういうひび割れちゃったりした時はこっちを使う方が治りも早くなるなって思いました。唇のケアはこんな感じでしてるんですけど、それだけじゃなくて普段使うリップとかも変えようと思って、最近使っているのが3つあるので紹介したいと思います。ハニーラスター10番のカルーナ、でもう1個こちらもハニーラスター12番のアップルっていうカラーです。2層になっていて、上のこの黄色い部分が美容液で、下がグロスになってて珍しいリップです。このグロスはつけてた方が美容液がたくさん含まれてるから唇がぷっくりするって言ってました。使っているうちに混ざるそうです。トローンとしたテクスチャーです。上がアップルで下がカルーナ。アップルは本当にクリアな赤っていう感じで、カルーナはちょっとねラメが入っていて可愛らしいピンクっていう感じです。アップルから塗っていきたいと思います。こういう美容液系の唇にいい系のグロスってあんまり発色良くないものとかが多いんですけど、グロスは本当に発色も良くて、そしてなんかトロンとしたテクスチャーなので唇にしっかりと密着してくれます。つけ心地最高ですね。次はカルーナっていうカラー塗ってみたいと思います。こちらはすごいもうザ女の子っていうカラーだなって思いました。可愛いカラー、何にでも合いそうな王道のカラーがこっちのカルーナのピンクかなって、すごい好き。どっちもねもう大好きです。色味めちゃめちゃ可愛い。もう一つおすすめのグロスがあります。リトルレディリュクスオールインワンルージュ03のコーラルレッドというカラーです。
こちらはね、少し前になんか SNS で話題になってた商品なんですけど、こんな感じのカラーです。コーラルレッドっていうツヤツヤで、もうね、とろけるとろける。この1本で6機能あるらしくて、ティント、グロス、リップカラー、リップバーム、美容オイル、 SPF22PA2+のオールインワンルージュらしいです。で、10種類の美容液オイルが配合されているから、ツヤツヤで唇にもいい。塗ってみると、こんな感じで本当に発色が良くて、スルスル塗ることができます。レキアハニーのに比べるとテクスチャーは軽めかなっていう感じです。私もそんなに今まで唇ケアとか興味がなかったんですけど、この間すごく荒れてしまって、なんだ、リップが乗らなくなったりして、これはやばいと思って、このね、ごま味を使い始めたりとか、唇にいいリップを使い始めて、本当にプルプルになったし、あんまりね、荒れることもなくなったので、唇ケアを始めてよかったなというふうに思いました。ぜひみんなのおすすめの唇ケアがあったらコメント欄で教えてください。楽しかった方、参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。ありがとうございました。